い、エルカチャンネルの翔です。今回なんですけど、前回バックランプの電球を LED に変えたっていう動画上げたんですけど、その時の LED がですね、もう少し余ってるので、ポジション級と中の方も何個か変えようかなと思います。エルカチャンネル、そしたらもうこれをただ引き抜いて交換するだけですね。よいしょ。はい、もうこれで外れるので、これを外してこちらの LED に変えたいと思います。そしたら点灯確認してみましょう。つかなかったので逆にしたいと思います。いませんね。不良品かもしれないですね。さあ、もう一個つけてみたので、これで点灯確認です。今度は大丈夫だったので、これで元に戻します。そしたら反対もですね。エルカチャンネル。じゃあ反対も同じで、抜けたのでこれを外して、こっちの LED に変えます。じゃあつけてみます。はい、ちゃんとつきましたね。じゃあ戻して、よし、じゃあ一回どんな感じか見てみたいと思います。はい、いい感じに変わりましたね。よしよし。じゃあこのまま中の方も変えていきたいと思います。エルカチャンネル。はい、それでは中のルームランプ類もさっきの LED がもう少し余っているので交換していきたいと思います。一つ目がこの電球かな。そして後ろのドアの上に1個ずつある、こちらを交換したいと思います。はい、それでは外していきます。お、はい、取れました。あー、そうか、このタイプだったですね。しまったな。
あールームランプはちょっと電球の種類が違ったので、ここはパスしようかな。これの横2つがあるので、こっちをちょっと見てみたいと思います。ちょっと取れないので、ここは今回はパスして、後ろの方を見たいと思います。デルタチャンネル、はい、外れました。こんな感じですね。そしたら交換していきたいと思います。取れた、よし、セット完了、点灯確認。おお、眩しい。 OK ですね。じゃあはめてみます。おお、いいですね。じゃあこの調子で反対側もしたいと思います。さあ反対側も交換しましょう。はい、外れました。よし、取り付け完了。つけてみましょう。あ、ついたついた。ポチッと。あ、いいですね、こっちも。やった。残り2つですね、あるので、どうしようかな。デルタチャンネル、はい、今ネットで見たんですけど、ここが外れるみたいなので、この2つだけでも交換しようかなと思います。取れた。よいしょ。ああ、取れた。反対側も外しとくか。よいしょ。取れた。電球を抜いて。電球を抜いた。で、LED に交換。じゃあ点灯するか。あ、ついたついた。じゃあこっちもですね。そういえばさっきの接触不良かなのこちらをもう一回つけてみたいと思います。スイッチオン。あれ、つくじゃん。つきましたね、よかった。ではモードをして、おー、いいですね。
おー、着きました。いいですね、全然変わりましたね、2つともこれになると。デルカチャンネル、明るくなってきたな。さあ、だいぶ変わったと思いますよ。はい、こちらです。ポジション級が白くなったので、下のフォグランプとですね、色が結構いいかなと思います。ただフォグランプの明かり強いっすね、うん、びっくりする明るさですね。そして中ですね。はい、ここ残念だったんですけど、真ん中さえ変えれたら綺麗な真っ白になりました。後ろの席のランプ、これも白くなりました。明るくなりましたね、いいですね。デルカチャンネル、はい、どうだったでしょうか。電球を一つ変えるだけで見た目が変わってですね、俺的にはうん、満足ですね。大満足とまでは言えないんですけど、良かったです。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。